通称の選手です。ここをうまく使っていきたい。いやいいプレーだ。ここ澤田立ち合い終わっていない。さあ澤田がうまく抜け出す。澤田のクロスファンバだ。合わせた、決まった。ファンバの今シーズン初ゴールが決まりました。今シーズンリーグ戦初ゴールで2対0。いや今澤田のシーンなんですけど、澤田は諦めないでボールを拾いに行ったんですけども、岩田の選手はボールがアウトしたと思ったんですかね、これも見れればですかね。ちょっとジュビロ選手はプレー止めてましたね。そうなんですよね。そしてクロスをしっかりと、落ち着いてボレーで合わせましたファンマです。ファンマの今シーズン初ゴール。ファンマ決してミートできてたわけじゃないんですけどね、はい、ただ一つ言えるとするならば、しっかりとゴールのマウスにボールを運んだというところですかね。この途中出場でこの期待のエースがここで今シーズン初ゴール、チームにも個人にも非常に大きい。奥さん1点ですね。